こんにちは、よしみです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルのリアクション動画を初めてご覧になる方はぜひチャンネルの概要欄も一度ご一読なさってみてください。もし気に入っていただけたらチャンネル登録もどうぞお待ちしております。前回はブルーロックの、ね、仕組みとかもいろいろ分かってきたところで、潔たちが属しているチーム Z そしてチーム X との戦いがこれから始まろうというところなんですけれども、そのバトルの行く末はどのようになるんでしょうか。本日は第3話を見ていこうと思います。あ、じゃんけんでポジション、勝ち点上位にチームが勝ち上がり、残りはブルーロックから強制退場。退場するんだ。この先日本代表としてプレーする権利を失う。やっぱりそうなのか。のみ勝ち上がることができ、おお、チーム内で最多得点数が並んだ場合は勝ち上がりとなる。得点した方がいいね。じゃあそんなストライカー2時間後、チーム X 対チーム Z 第1試合を、ポジション決まった。センターフォワードの伊崎君を中心に勝ちに行こう。伊崎センターフォワード。じゃんけんで頼まれたら断れない人、キーパー。ゼロから作る戦いって、いよいよですね。ブルーロックの戦いが、目つき悪そうな人がいましたね。このオープニングの始まり、すごいサッカーアニメっぽくていいですよね。第3話、サッカーのゼロ。VAR 判定。やっとスパイク履けた。いきなり3人来た。お、なるほど。ギラーンってなってる。お、奪い合い。みんな一人で抜いて得点する気。全員上がるの。おー、取られた。あ、相手も相手で。これは大混戦。みんながボール奪い合う。そこの隙をついてチームが勝つっていうね。こぼれ玉どうする。おお、ボール取ってきた。ん、バロー翔へ。おお、ヒールリフト、すごいね。うわー、ゴールした。やばいじゃん。俺を輝かせるためのただの球体下僕だ。球体下僕。ボールでしょ。かなり面白い人ですね。やったことないんだからしょうがないだろ。ただ言って取られただけだ。キーパー不在、痛いですね。どうやって勝つ。何を試されてるか。もうバチラ君協力的。お、イガグリ。取られたら終わりよ。でも もうみんな上がっちゃった。またうわ、まとまってきちゃったよ。 X の方、バローにボールを回してフォローするっていう形が、うわ、チームワークが、まとまってない。うわ、そりゃあサッカーの基本が、うわ、またゴールしちゃった。形ができちゃってるよ。もう誰がリーダーか。
有無を言わせずまとめる力で、うん、なるほど、見せるしかないね、ここは核を。うわ、4点も取られた。うん、諦めかけてる。 5-0 負けた。誰が出てくる。あ、前半が終わりそう。知らされてるだけだし、でも言ってんならいけるかな。俺と潔、うん、バチラもちろんやる。お、目がぐるぐるに、お、目がぐるぐるになった。俺が目がぐるぐるタイムですね。殿下、信頼できるコンビがあるとね、それだけで強いですね。バチラ抜けるか。お、フリーか。バローさん、うん、うわー、来た。行くのか、勝負どうする、どうやって抜く。お、なんだこれ。おお、ノールックパス、行った。ナイス判断。本能でいけるって思った方に出しちゃうんですよね、パスを。ゴール前でビビるやつにストライカーの資格はねえぞ、才能ねえよ。うーん、あ、これで終わりなのか。後半ないんだ。何をやってんだ。ストライカー失格なのか。お前こそ潔にパスもらえなかった。揉めてるね。俺前でビビるやつ。ビビったのとはちょっと違いますよね。俺に何が足りない。いい加減にしろよお前ら。吠えた。どういう状況か分かってんのか。俺たちはすでに勝ち残れるのは上位2チーム。そっか、総当たりだもんね。勝ち点すぐ計算してくれる人いるとありがたいですよね。お、見えてきてる、ちょっとずつ。ちぎりさん、メッシ優勝したけどね、今年。でもメッシだけじゃなくて全員がうまかったですよね、アルゼンチン。すごいチームワークだったもんな、アルゼンチンは。リゼメで説得してる。運を言わさぬ実力ですね。聞いてる。 8-0 手からいろいろ出してるんだ。マッチしてますね。オープンフィールド、フィジカルもねきついですよね。
ドフィルダーとサイドバックだ。フォワードチームで身を粉にし、そしてこの献身性がなければ日本サッカーはここまで進化しなかったと言ってもいい。ゆえに革命は起きない。革命だ。才能の原石ともよ。無駄ね。この才能の原石どもよ、何回言いましたかね、この作品の中でね。すごいアドバイスしてくれるんですね、ゴーさん。それがこの一次セレクションを勝ち抜く突破口。おー、終わっちゃった。アディショナルタイム。青い監獄、一日のスケジュール、7時起床。キングカズと試合してる夢。リングルームの主、国神筋肉。国神マッチョなんだね。みんなだいぶ仲良くなってきてますね。性格がなんとなく見えてきましたね。健康的な生活ですね。12時就寝。はい、セレクションの面白い戦い始まりましたね。登場してきたチーム X のバローさん、いやーすごいストライカーでしたね。なんか髪もちょっとツンツンしててね、インパクトある感じでしたし、エゴジンパチさんのアドバイスもあって、チーム Z もまあ少しずつチームワークができつつあるのかどうなのかっていうところでしたけど、次の対戦も楽しみです。潔くんやバチラくん、その他みんなどのようなプレイを見せてくれるんでしょうか。それではまた次回のリアクション動画でお会いいたしましょう。ではでは。